心の準備をしてないの？待って びっくりしすぎて動画回したんだけど、ちょっと待って卵を移動させるために、ちょっとごめんね、サナちゃん。これ卵だよね。ちょっとすぐ移動させるから、ちょっといろいろ準備をするんだけど、マジック。聞いてない。ちょ。聞いてない。急に起きると、困るね。ちょっとだけ失礼し。2個散乱してる。はい、わかりました。ちょっと待って、じゃあ卵を乗っけられるスペースを2箇所確保いたしまして、これ、このままいっていいのかな？やっこいんだね、卵ってね。はい、天地をね、変えちゃうとダメらしいんですよ。なのでこっち上だよっていう ワーカーね、つけて。あ、もう一個そこに産みましたか。ちょ、これいいよね。このままね。こうね。あ、なんか、ぷにっとしてる。はい。はい。はい、OK です。ワンクラッチで2個産みましたね。まあクラッチってなんかね、卵を産む回数というかを言うんですけど、1回の卵を産む回数でちゃんと2個産みましたね。あらあらあら、まあ、全然その覚悟してない状態で来るとこうなるのね。あ、何の覚悟もしてないよ私は。マジか。一応ここのね、あそこに温度計ブスって刺さってますけれども、このケースの中が温度としては、29度になってます。はい、そしてロッペ様はそろそろこれあれですね、脱皮の時期ですね。ちょっとお水入れとくよ。このお水じゃちょっと足りない。あ、このお水もうあれだ。ちょっと待って、動画を撮るにはあるまじき状態でございますね、私ね。焦りすぎてもう画角かどうのとかそういうんじゃないっすよ。マジか、マジか。
マジか。あ、びっくりびっくり。しかも産む場所あれなのね。ただまだ産む可能性があるんだよね、君ってね。あるんだよね、まだ卵を産む可能性って全然あるよね。ってことはさ、産卵床はまだあった方がいいよね。一回で終わんないはずなんだよな、産卵が。全部で合計 7? うん、7もいかん。合計何回か。何回かって言おうと思ったね。合計何回か産卵するはずなんだよ。全部で何回なんだろう。もうちょっと調べてみよう。ちょっとお勉強だ。学術書とかいろいろね、出てる書籍とかね、買ってはあるんで、それを見ながらですね。ああ、マジか。ああ。とりあえず、2個生まれておりました。この後、実際に、生まれていくかどうかっていうのは、これからの私のね、対応によりますけれども。ただまずひとまずというところで、卵が生まれてございまして、全然覚悟してないと、こうなるのね。ちょ、サナッチ戻ろっか。あー、サナッチごめん、水こぼしたわ。私ごめんごめん。サナを戻します。片手で持つもんじゃねえな。サナの形状意外と片手で持つには重てえな。よいしょよいしょ。サナごめんよ、びっくりしたろ。あ、びっくりしてんのは私もなんやけどね。ああよいしょ。はいはい、これもここに置いて、卵を産んでおった。びっくりだ。ちょっと何回合計産むかわかんないから、ちょっとまだ産卵床置いとこうかな。うん。ちょっと、はい。確認します。はい。ちょっとお勉強していきます、また。で、君産卵床に入ってたけど、産卵床に特に潜って産んでなかったじゃん。なんか上にポンって置いてあったぜ。で、もう一個に関してはさ、シェルターの中で産卵しとるやん。産卵床いらん？もしかして。わざわざ。どうなんだろう。ちょっとその辺も調べてみます。産卵床必要ないんだったら抜くよ。別に、わしゃいらんぞってなっとんのかもしれんしね。うん、いらないんだったらいつもの和傘のやつに戻すから。はい。一応これ YouTube と Facebook には多分先に上がってるとは思うんですけれども、 YouTube にも上げます。産みましたよと。で、多分その産みましたよの動画が上がってる頃には、きっと全然違うことが起きてる気がする。もうもしかしたら生まれてる可能性すらあるね。はい、っていうところでございます。はい。もしこれを YouTube で見てくださっている方は、よろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter とかのフォローね、お願いいたします。ということで、以上、リントでした。あ、マッキーでやつだ。リントでした。バイバイ。はい。さっきの動画の続きです。よかったらチャンネル登録してください。バイバイと言いつつ、そのお尻につけております。さっき縦型の動画になってましたが、ちゃんと横にして撮影しております。はい、ということでどうも、リントです。確認をするとですね、結構まだブニョブニョの柔らかい状態だったんですよね。私が先ほど、産卵確認取れて、置いたやつは。で、いろいろ見てみると、まだ柔らかい状態っていうのは産卵したばかりだったみたいです。はい、産卵した直後に確認できたらしいです。私がほんとたまたまね、偶然なんですけれども。で、その状態で上下がわからないようにならないようにして、まあ上下がわかるようにか、上下がわかるようにして、
プリンカップなどにね入れてあげるというので間違いはなさそうでございました。とりあえず上の部分にね軽くあのマッキーでマーカーをつけさせていただいたんですけれども、あの本当産んだ直後だったみたいですね。あのそれは露知らずっていう状態でございました。はい。で実際に産む回数っていうのもねさっき言ってたやつでね調べてみたんですけれども、産む回数としてはおおよそ1回の3あの交尾で3から5回は出産するみたいです。なのでもうちょっと様子を見て産卵床のこの産卵してもいい場所は置いとこうかなって思ったんですけど、あのさっきの状況を見ると中に潜ってしてないっていうのと、僕のねシェルターの中で産卵してしまっているっていうことだったので、私のあのうちの子はルフがですね、で産卵床をうまく使わない子も全然いるというふうにあの見ました。でそういう場合でどうしたらいいんだろうと思って、いろんな方のいろんなブログとか YouTube の動画とかちょっと参考にさせていただいて、私の中での見解なんですけれども、使わないんだったらなくしていいんじゃねえかっていうのが私の見解でした。結局私が気づいてね、あの回収してそっちに入れたっていう状態で、でなおかつあの私は放置しないので基本的に、1日1回は1回じゃ済まないね、様子を確認するの1日も 2,3 回はねケージを見に来るので、私がなのでだったらこのわざわざ産卵床入れなくてもいいんじゃないかと、いつものレイアウトに戻してこの子たちのいつもの生活しやすい環境の状態にしておいて様子を見ようかなと。卵がどんなものかっていうのもね、あの見たらわかるし、あの状況をすぐに確認しやすかったので、あの問題ないかなというところで、あの抜こうかなと今は思っております。でむしろこのプリンカップのプリンカップじゃないや、このケース自体は卵がよりまた増えてきたらこっちにもうちょっとあの入れられるようにこれも移して、で何て言うのかな、この中の水蒸気じゃないや、湿度かもう高めるのにも使えるしっていうので、こいつもそっちに入れるっていうパターンでもありかなと思っています、今はね。なので産卵床としては特に入れてもことをなさなかったので、私的にはなくてもいいかなと。でない状態で管理されてる方っていうのも結構多くて、あの自然とあのシェルターの中でさっきみたいに産んでしまっているっていうこともよくある話っていう風に聞いてるというか見ましたので、なんか変にあの神経質にならなくていいような書き方をすごく見ました。はい。なので私も神経質にあまりならずに普通にこっちに入れちゃおっかなって今は思っております。はい。で産卵床抜いちゃって普通にいつものレイアウトに戻してあげて様子を見てあげるって感じにしようかなと思います。なんか良し悪しですね、そこもその人次第っていうのは結構ありましたね。これに関してはすごい産卵床とかしっかり準備してあげて、しかもオスとメス自体も分けてあげるっていう方もいれば、もう年がら年中ずっと一緒にいるよっていう人もいるし、あとはもう産卵床とか関係なしに床材自体をもう砂のタイプに切り替えちゃうよっていう人もいれば、まあ私の先ほどの見解通り、とりあえず産んだらすぐ回収できれば OK みたいな感じ、1日2日とか放置しなければ問題ないっていうのも見たので、卵自体がね。なので毎日確認してれば卵が産んだか産んでないかっていうのは見れるので、そのタイミングで回収でいいかなと私は考えております。なのでちょっとケージ戻します。はい。ということで今から戻しましょう。よいしょ。
いつものねケージのレイアウトに戻させていただきますよ。産卵床にだって産んでなかったもの、産卵床の上に産んでいたもの、なので特に必要ないんじゃないかなって私は思うんだけど。どうしたのギョロメちゃん。うち、今うちのフクロモモンガのギョロメちゃんがジゴ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 と鳴いておりました。はい、ではいつものケージレイアウトに戻すので少しだけ、桜と、そして作業しながらやってるもんだからもうカメラの画角がぐっざぐざ。でお水入れ、そしてねこの子たち上に乗るのが大好きなんですよ。この傘の上にわざわざ乗っかってこのなんかね隙間を楽しんでるんですよ、この傘の上の部分のね。はい、こんな感じに戻しました。私のねイメージはこの子たちは桜とこの和傘のイメージなのでこれに戻します。産卵床は本当に意味をなしていなかったので。あとこの子たちが本当にこの傘の上で遊ぶのが好きなので、なんだろうね、バスキングでもしてんのかなと思うぐらい上に乗っかるんですよね。なんでなのかはちょっと不明です。あったかいのかな、その上。いやそんなこともないと思うんだけど謎です。まあ楽しんでくれているので、はい、このケージレイアウトに戻します。あとは子供が生まれてくれたらまた子供用のね、あの子供たち用の、あの用品はもう全部揃えてあるんで、おトイレの場所、水入れ、シェルター、畳、そして子供たちは私の勝手なイメージでもう朝顔というイメージで、もう脳内では考えておりますので、朝顔を模したものをオブジェクトとして入れてあげようかなと思っております。でこれはそのまま上に、何かあったら使えるかなと思って取っといてる発泡スチロールですね。すごいちゃんと密閉してくれるんでいいんですよあれ。ちょっとこの産卵床はあんまり結局使わなかったんで、あそこの水入れをちょっと入れ替えしてこれを手前に置いとこうかなと思います。あの水蒸気をね、あの蒸発させるにも使えるしね、水吸わせておいて、こんな感じ。ちょっと君たちはもういつものケージレイアウトに戻すよ。あの産卵床意味なかったんだもの。それで楽しく過ごしてください。はい、っていうところでございました。ちょっと急に産卵していてびっくりしております。はい、ただあのしっかり産卵してくれるんだなっていうのが確認できたので、それはそれでよしといたしましょう。はい、っていうところでございました。もしよろしければこちらのねチャンネル登録、Twitter のフォロー、あと高評価などなどいろいろよろしくお願いいたします。もうなんかセリフがぐちゃぐちゃですね。はい、よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。